まず最初に天海先生から、はい、この今回の CD、企画というか、はい、この2曲を、まあ、ぜひということだったので、その辺を少しお話しいただければと思いますけれども、はい、ちょっと長くなってもいいでしょうか。長くならないですか。まあ、少し遡るんですけれども、まあ、私が岐阜でね、付き合いしている古馬という歌手が、何年前かな、信長さんに唇に歌おうっていうのの、女性版をお願い、衣装にしたくて、はい、でそれを、まあ、上演させていただいたすぐ後に、光が丘で、あの時は光のイランテだったと思うんだけど、OG も交えた方で、まあ、コンクールで演奏させていただいたんですね。でも、子供たちも、まあ、それまでは信長さんの作品をね、歌ったことはなかったんだけども、もう大好きになっちゃって、でその後に、不可思議のポルトレットという、これもまた、その福島が移植させていただいて、信長さんに書いていただいた、まあ、それも初演させていただいたすぐ後に、あの時は高校の部で1曲目を歌うとして作る、それから光組ランテの方で伴奏と明日っていう終わり2曲を演奏させていただいて、その時に来ていただいたんだよね、光が丘へ、うんうん、レッスンに、うん、そのレッスンに来ていただいて、コンクール前にだからもうみんな大ファンになってしまってなりますよね、なる、それでまたこの第3弾として、まあ、フグルマが麦をね、はい、移植して上演したんだけど、で、まあ、今回はチェロがあって、まあ、編成的にねチェリストもお願いするっていうのは高校ではなかなか難しいかなと思ったんだけども、まあ、今までの流れがあるのでね、第3弾としてこれでもまたあるのでという話を、まあ、白鳥先生にしたら、いや、なんとかやりますということで、それで、まあ、コンクールでやらせていただいて、でその前もレッスン来ていただいたんでね、うん、だから都合今まで2回光が丘にレッスン来ていただいて、でもう本当にみんなの長さんの大ファンになっていたんです。で、まあ、今回白鳥先生が、まあ、ご退官されるということでね、まあ、その40年の集大成をしたいとおっしゃって、で、まあ、僕ともそのうちの20年近くのお付き合いがあるので、その僕と一緒にやってきたものを集めてバラエティみたいな感じでお願いできますかって、まあ、聞かれたんだけど、まあ、僕はどうせやるならばこう何か一つ形のあるものコンセプトがしっかりしたもので、ね、ここへ光が丘がたどり着いたとかいうようなものを最後に見せるのもいいじゃないでしょうかということ で当初は三好明先生の作品もやってたので、去年も、まあ、野草もやったし、何年か前のおでこのボイスをやったりとか、あと、あれはシャボン玉が入ってるな、西とリンゴかっていうね、あってもう高校でやったりして、三好先生の曲もやってたので、三好先生の作品と信長さんの作品と思ってたんだけども、でももうここ何年かのね、信長先生に来ていただいてみんなも触れ合ってるというようなことからすると、もう最後はやっぱりじゃあ信長さんの作品だけで、まあ、ここが光が丘と、まあ、私白鳥先生でおじいたちが、まあ、一応たどり着いた場所を最後に聞いていただこうということ でだとしたらもう去年演奏した麦と、それからもうこの100年後っていうのはね、一昨年コンクールで演奏させていただいたんだけども、でその時にも信長さんからね、これは自分で言うのも恥ずかしいんだけど、もう自分としてはこんなにいい女性合唱を久しぶりにかけたと思ってるとか言いましたいただいてたと言いましたいただいていただいてたので、ならばもうご本人がね、もうとにかく気に入ってらっしゃる曲で、多分100年後が全曲上映が2015年で、麦が2016年で、まあまあ、近いところでの、まあ、最新に近い作品でもあるし、でさっき練習の時におっしゃったけど、全く対極をなすようなね、片やシベリアよく言うの詩人だし、片やもうドベルショーのね、また違うわけ で、まあ、音楽的にも全く違うので、コントラストもあるし、で片やチェロがあるしというようなことで聴いていただく方もね、楽しんでいただけるんじゃないかなということで、長くなりましたけど、
けど、この2曲を選ばれたやろうと。でだからせっかくならば、はい、そのみんなで、やってきた集大成として証として、音を取らせていただいて残せたらなと。でそれについては、まあ、作曲者ご本人があのこういうふうにという思いを少し語っていただいて、それに応えるような形で演奏で最後締めくくれたらなということで、本番にもお越しいただいてということで今日に至るというようなことでした。ありがとうございます。すいません、すいません、長くなりました。よくわかりました。ということでこの2曲が選ばれるということですね。はい、ありがとうございます。最初はあの100年後は本当は1曲だけという話だったんですが、そういう経緯で2つ曲集としてちゃんと2つした方がいいんではないかということ。